演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらベルクラインのワッフルをいっぱい食べたいと思います。全部何個あったんだっけな。とりあえずお店にあるやつを1種類だけなかったので、それを除いて全部買ってきましたからね。あ、ベルクラインっていうのは以前紹介したワッフルバーを売っていたあのお店です。あの上の方に載ってるワッフルだけはもちろんあるんですけど、まあこの辺り、この辺りにあるストロベリーとかチョコレート、それはその時にも食べたやつですね。で、いろいろ他にもいろんな種類あるんですけど、ワッフルにこんなに種類あるなんてもうすごいと思いますし、なかなかないですよね。そう思うのは自分だけかもしれませんが、それではまず基本の基本、プレーンから食べていきたいと思います。で、あのワッフル美味しかったかな。どんな感じなんだろう。では代表選手のプレーン君に相乗をいただいて、ちょっと断面見せてみますね。こんな感じになってます。ではいただきます。プレーンからこの味って本当にすごいですね。で、フレーバー付きもどれも個性が出てます。でもワッフルでフレーバー付きって珍しいですね。最初に食べたプレーンからもうあのワッフルのふわっとした内側の生地とサクッとした外側の生地の味わいが早くも感じられましたね。前から食べた時はプレーンがなかったので、ザクッとしたのはチョコレートなのかなと思ったこともあったんですが、プレーンを食べてみたことであのワッフルはプレーンのか、ワッフルのじゃないわ、もう言いたいことはきちんとまとまってない、舌は回ってない、あのサクッとした音はワッフル側の食感だったということが改めて証明されました。本当にもうプレーンの段階ですでに美味しかったです。なんと次に食べた蜂蜜シナメイプルは、メイプルじゃない、メイプルでよかった、蜂蜜メイプルはお砂糖とはまた違った甘さが口のそのワッフルの生地の中から感じることができました。続いてこちらジャンドゥーヤ、これ多分期間限定でちょっと他に比べると値段もお高めだったんですよね。ジャンドゥーヤ前にローソンで食べたことあるんですけど、なんか濃厚なチョコレートクリームが出てきました。その濃厚で甘すぎないチョコクリームがワッフルの生地とよく合っていてとっても美味しかったです。で、続いてはこちらのリンゴ、柔らかドライ、多分ドライフルーツ系のリンゴが入っているジャムではなく果肉そのものが入っているというワッフルとして考えると非常に珍しいパターンだと思います。そしてこの、そしてそれのリップはまた違ったアップルシナモン、こちらはジャム系なんですけどシナモンも入っているのでアップルパイに近い印象がありましたね。で、この最後に一つ目のターンで最後に食べたこのブルーベリーは、噛んだ瞬間にブルーベリーの甘酸っぱさが口の中にじゅわっと広がるだけじゃなく、クリームのようでいて実は食感もあるというとっても美味しいものでした。多分ドライのブルーベリーも入っているのかな。なので今食べた中ではこれが一番気に入りましたね。では続きましてこちらは星あんワッフルです。こちらをいただきたいと思います。こちらは駿河屋さんとのコラボ商品、駿河屋さんというのも和歌山で有名な老舗和菓子メーカー名前ですね。そちらもいつかいっぱい食べて紹介したいです。ではその駿河屋さんのこのコラボワッフル、おー、あんパンのようにあんこが詰まっていますね。ではいただきます。フレーバーだけじゃなく食感が入っているものもあるんですね。これはいいな。パンとはまた違った組み合わせとかもいいですね。このこしあんはあんこのさっぱりとした甘さがワッフルの生地とよく合っていましたね。最初あんパンのようだと言いましたが、あんパンとはまた違った味わいがありました。生地が変わるとあんの風味まで変わってくるような、そんな気がします。こちらの抹茶あん、こちらもあんがさっぱりしているので抹茶の風味もしっかり感じられました。で、外側は焼いてあって、今まで食べたことのない抹茶との組み合わせといった感じのワッフルを味わうことができました。そしてじゃあスイートチョコレート、
これはバーの時も食べているので、簡単な説明と思いますが、ザクッとした食感がチョコレートがコーティングされることでさらに強くなっている、そんな印象がありましたね。それはこのイチゴチョコレートも同様ですが、イチゴチョコレートだとどれに加えて甘酸っぱさがあるのでさらに美味しかったです。そして続いてのこのチョコチップ、チョコチップなのでザクザクとした音を楽しむチョコレートで、先ほどのチョコレートとはまた違った美味しさがありましたね。食感が変わると味も変わるような気がしました。さらに食べたのはこちらのショコラレーズン。こちらはショコラと言いますが、チョコレートの甘さはあまりなかったですね。どちらかというとレーズンメインで甘酸っぱい感じでした。ただ先ほどのブルーベリーよりはちょっと控えめすぎたかなという気もしますね。ブルーベリーとレーズンを比較するのもどうかと思いますが、はい。で、あと7個ですね。続きましてこちらの粒あんいきたいと思います。これも駿河屋さんとのコラボ商品ですね。いつか駿河屋さんを紹介しますからね。はい、先ほどと同じく中身はおっととちょっと折り偏ってるな一方に。ではいただきます。こんなに種類があるとどれも美味しくて決めるの難しいです。ザクザクしてたり甘かったり、それが全部たまらない。こちらの粒あんも先ほどのこしあんに負けず劣らずのさっぱりとした甘さのあんこが美味しかったですが、多分この自分が食べたやつだけだと思いたいんですが、ちょっと具材が一方に偏りすぎていましたね。どちらかというと全体で感じたかったので、もうちょっと真ん中の方に具材がいっていてほしかったです。一方に偏ってるとせっかくのバランスが悪くなっちゃうんですよね。そこはちょっと残念でしたね。はい、次にまして、続きましてはこちらのキャラメル。こちらはキャラメルの香ばしい風味が噛んだ瞬間に口の中にワッフル生地のふわっとした食感のともに広がってきて美味しかったです。では続きましてこちらのカフェオレ。このカフェオレは自分はクリームなのかなと思ったのですが、食べてるとクリームじゃなかったんですよね。なんかカフェオレをそのままチョコレートにしてさらにクリスピーにしたような、そんなガクガクとした食感のある形で入っていました。何と言っていいのかがちょっとわからないですね。とりあえず先ほど言ったクリスピーのザクザクとした何かというふうにしておきます。では続きましてはこちらのホワイトチョコ。自分はこれは表面にコーティングされているのかと思ったんですが、そうではなく先ほどのカフェオレと同様にザクザクとした食感として中に入っていました。ストロベリーや通常のチョコレートは表面なのにこれだけちょっと違ったのが不思議ですね。もちろんその不思議はいいんですけどね、不思議化して言うとなんか悪いイメージがつきそうなので追いつけたしかない。続きまして練乳。これはほとんどプレーンと変わらないですね。プレーンよりほんのり甘いかなという、だからプレーンだとちょっと甘さが物足りないという方にはおすすめです。続きましてこちらのアーモンド。これは表面にコーティングされているキャラメルチョコレートの中にさらにアーモンドもトッピングされていて、ザクザクとした音食感を他のワッフルよりも強く味わうことができました。食感を楽しみたい方にはぜひおすすめできます。そして最後に食べた安納芋。これも安納芋の甘さが口の中にしっかり広がってきて美味しかったんですが、ちょっと安納芋の水分が多かったのか他に比べるとちょっとザクッザクッとした音がなくふにゃっとした感じになっているのがちょっと残念でしたね。いつものワッフルならこれでいいのかもしれませんが、他でザクザクとした食感音をたくさん楽しんできたのでこれもそうであってほしかったのはちょっと残念でした。それでは、いやはやベルクラインのワッフルどれも美味しかったです。ザクザクとした音が聞こえてくるのがいいです。しかもそれがチョコレートではなく生地だということはプレーンで、先ほども言ったようにプレーンで証明されています。その中でも自分は特にこちらのブルーベリー、抹茶、アーモンドが特にお気に入りましたので、これらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。本当にザクとして美味しかったですね。皆さんにもぜひ食べてほしいです。ひまわりのロケットを撃つのは太陽蹴り、いや太陽蹴っちゃダメでしょ。それにひまわりのロケットはどこに撃つんだ。 ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武変幻。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。